versus the world. ユースティア、ちょっとだけゆっくり歩いてくれないか。さっきからなぜそんなに急ぐんだ。まさかこの村にも黒魔術師が。それはありません。この村で私を待つ知人がいますので。魔法専門家ですので、私に黒魔術師に関する情報を提供してくれることになる。実はもうすでに会っていたはずなのですが、ルーゴ村のことで遅れてしまいました。知人？ユースティアに知人とはね。私に知人がいるのがおかしいですか？いや、変な意味じゃないさ。それはさておき、さっきから村の方が騒々しくなってる。バカなやつだな。どうして外部の人間に鍵を。仕方なかったんです。鍵を渡さなきゃ、きっと青の魔女が僕をカエルにしたに違いありません。皆さんも見たでしょう。あの女、水だけで岩を真っ二つにする。どうしましょう。このことが氷菓子の耳に入ったら、それを口実に、ま、仕方ない。青の魔女はもう帰ったから、できるだけバレないようにするしかない。お前は宿に行ってドラマンドさんにこのことを知らせてくれ。あの方なら村人を口止めしておいてくれるはずだ。ドラマンドさんですか？このことが知れたらきっと怒られま。何をグズグズしてるんだ。ことが大きくなる前に急げ。わかりました。聞いちゃいけないことを聞いちゃったな。水だけで岩を真っ二つにする実力を持つ魔女、そのレベルの魔術シェラに違いありません。また何かやらかしたのか。シェラ？もしかして君の知人の名前なのか。ええ、私がいない間に村で何か騒ぎを起こしたよ。鍵とか鉱山とかって話してるのが聞こえ。もう少し詳しく調べてみましょう。宿に向かってこのことを知らせると言っていましたよね。一緒に行こう、ユースティア。バカなやつめ。体が真っ二つにされても。それで誰がこのことを知って。さっき話をした人たちだけです。幸いなことに全員口が。お前は騒動が収まるまでここにいた方がいい。わかりました。一人で歩き回って魔女に遭遇するよりは。遅くなりましたね。やっぱり盗み聞きは良くない。僕が言って誠実に。やめた方がいいですよ。無駄に疑われるだ。おい君たち、そこにずっと立っていると他の人の邪魔。ただでさえこの村ではよそ者が嫌われるから、立ち振る舞いには気をつけた。そうですね。さっきから見られている気。ああ、同じ旅人としての忠告だよ。元来さほど親切な村ではなかったが、青の魔女が暴れてからより警戒。疑念の目で見られるのはもううんざりだ。俺ももうすぐ。青の魔女という人は何をしたのですか？魔物が出るからと閉めておいた鉱山の門を壊そうとしたようだ。病院の医者が一言たしなめなかったら大変なことになったかもな。魔物が村に現れたら一体どうするんだ。魔法を使うやつの気持ちは。そのシェラという人は。ええ、一度決めたことは何が何でも押し。そんなシェラが人から一言たしなめられただけで諦めたとは。それって変なことなんだ。シェラを止めた人は病院のお医者様という話でしたよね。
シェラという人を知れば知るほど会うのが。面白いな。ここまで特徴的な足音は久しぶりだ。ダレフ村にようこそ、ユースティア君。ユースティア？ストップ！私の名をどうして知っているのですか？そう警戒しなくても大丈夫だ。シェラお嬢さんを探しているんだ。お嬢さんから君が来ることは聞かされている。伝言を頼まれたんだ。ユーティー、中で待ってるわね、とのことだ。ユーティー？そのあだ名は使わないと約束したはずですが、誰かは存じ上げませんが、伝言を頼んだのを見るに、シェラはあなたに鉱山の魔石という共通の種。あれこれ話していたらすぐに仲良くなったよ。魔石ですか？この村の鉱山では稀に強力な力を持つ魔石が見つかるんだ。そのせいか魔石の力に惹かれた魔物が多いのも。強力な魔石、確かにシェラが興味を持ちそうな話題です。まさかシェラという人は魔石を探しに。どうだろうな。鉱山の鍵を持っているのは鉱夫たちと、彼らの中の誰かが鍵を貸したのなら入れると思うのだが、果たしてそ。シェラならどんな手を使ってでも鍵を手に入れて入ると思います。実は裏話があるんだ。貸金業者は鍵を倉庫に隠してあって、シェラお嬢さんはこのことを話す前に走って行ってしまったの。そういう事情だったのですね。シェラからの電話。ラテル、出発しましょう。ユースティア？どこに出発するんだ？聞いていた通り、しっかりしている少女だな。しかし、ユースティア、どうして急に貸金業者の倉庫に向かったのか。細かく説明している暇はありません。鍵を見つけ出さなければ、くまなく探してみましょう。別の村に着いた途端、盗み聞きに器物損壊、無断侵入の上泥棒まで。このままだと捕まっちゃうよ、ユースティア。ユースティア、鍵を見つ。独特な形の鍵ですね。この中のどれが。おや、鍵の隣に帳簿のようなものがあったけど、読んでみる。押収品、小麦2袋、結婚指輪、利子。待って、食料と結婚指輪を奪った上に元金の10倍もの。ユースティア、この貸金業者は悪質っぽいね。そんなことは今どうでもいいのです。鉱山の鍵を。鉱山の鍵はセキュリティのために一番製作が難しい形ですか。ここに来てからずっとユースティアに振り回されてばっかりだ。それにこの村なんだか怪しい。鉱夫が多い村なのに鉱山は閉鎖されていて、その鍵は貸金。ユースティアが急ぐ理由が何かあるのかもしれない。追いかけなきゃ。ユースティア、本当に周りに誰もいない。あまりもたもたしていると誰かが来るかもしれません。早く開けてください。製作が難しい形の鍵だったっけ。それなら複雑な形状を。
れかな。その鍵は私の剣でも作れそうですが。どう見てもこの鍵が一番複雑で作りづらい形状なんだけど。本当に開いた。その鍵では開かないと思っていたんですか。さあ誰かに潜って。結局鉱山の中まで入ってきてしまった。そんな気弱な気持ちでは悪者を相手にできません。しっかり。それでもさ、ユースティア、この村には黒魔術。そう思ってはいたのですが、シェラが急いでいるのが、どうしても。シェラは優れた魔術師。もしかすると鉱山、あるいはただ強力な魔石が欲しくなった。悪いけど後の方がよく。ただの無駄話です。さあ引き待ち。シェラは中で待っていると言っていました。おそらく目印。うわっ、奇妙な石だと思っていたら動いてる。あれはグルームグラティです。困りましたね。人を発見すると走ってきて爆発する生物です。爆発。可愛らしい。避けながら急いで前に進むしかないですね。もう少し安全な場所まで行って鉱山の状況を確かめましょう。あのグルーヴグラティっていう魔物。グラティは魔物ではありません。強いて言うなら人に危害を加える精霊がいるの。彼らが危害を加えることを望んでいるわけではありません。グルーヴグラティは汚染された魔力を捕食し浄化させる精霊。魔力を汚染する存在、黒魔術師のような存在がいなければ。そうなんだ。彼らも黒魔術師のせい。でも汚染された魔力を食べる存在なのに、どうして。精霊にとって人間は皆自然を害する種族。黒魔術師のような地上を乱す存在を放置してきた。そうなんだ。分かった、気をつけながら。はい、シェラならきっとこの辺りに痕跡を残しているはずです。人の痕跡のようなものを見つけたぞ。ハンカチと。かなりの高級品と思われるハンカチですね。薬瓶。氷菓子に苦しめられている鉱夫たちが使うような代物ではありません。これがあのシェラっていう人が残した目印なのかな。落とし物の。シェラならそうしたのかもしれません。おや、危ない。トロッコが勝手に動いた。どうなって。まさか魔物が間違って押したのか。そのわ。今はそんなのを考えている暇はないですよ。準備はいいです。
行くぜ。おっ、手をつきゃ。いや、僕たちの勝利だ。魔物の態度がおかしいですね。何かに怯えているように見えます。わかるよ、ユースティアが戦っている姿を見たら。誰、どういう意味ですか。ユースティア、剣を向けることはないだろう。静かに。近くから人の声が聞く。おい、早くしろ。お前の仕事はまだ。ウイグル、あの魔女のところまで行って爆弾を爆発させるんだ。爆弾、わかっ、ウイグル、ウイグル、聞こえた。遠くてよく聞こえませんでしたが、魔女や爆弾といった問題なのは、ここにシェラ以外にも人がいるということです。じゃあ魔物が怯えていたのも。危うくぺっちゃんこになるところだったよ。黒魔術師を倒す前にそうなっては困ります。彼らが中で爆弾を爆破させているようです。魔物もそれに驚いて逃げ出した。そんなことをして鉱山が崩れでもしたらどうするん。そんなことを気にしていられないほど急いでいるという。おそらくそのことはシェラと関係があるはず。じゃあ大変だ。君の友達が危険な目に遭っているかもし。早く追いかけないと。はい、そうしましょう。先ほどの爆発のせいで落石が発生する恐れがあります。気をつけて進み。